行ってないっぽいけど、まだ平気、うん、どの辺まで行った？ここだから、これは洗わないと、うん、はい、新しい布団、これいただき物ですけれども、この腕でもまたポンちゃんが粗相してしまいました。さあどうしたもんかなというとこですね。ちょっとこれがね、引、はい、いてあったから、うん、これがふわふわでダメだったのかもしれないんだけど、ね、うん、さあじゃあこの布団を畳んで、ポンちゃんね、今うんちしてたんだよ、ここで。あ、そう。で、うんちした後わざわざここに来たの。だから違うかなと思ったんだけど、こうやって座ってたから、やばと思って。まあ、とにかくこれどかそう。うん、ただね。じゃあ、前のやつを。よいしょ。で、今日もスピーで。うわ、欲しい。ひとまずですね、このトイレの砂を新しいものを入れて、今日だけでも、布団の上ではこの先しないように、まあ、一回トイレしてますから朝まで大丈夫かなと思うんですが、動画のコメントの方でですね、砂を細かい、いわゆる石のやつですね、砂っていうか石っていうか、あれに変えたらどうですかっていうのがありました。もう今ちょっと藁をもすがる感じになってきていますので、明日、ホームセンターの方か、ペットショップの方でちょっと買い求めて試してみようかなと思います。まあ何でも、やってみてですね、いい結果が出たらそれを定着させようかな。まあ、一つは、せっかく新しくこう、いただき物で、快適に寝ることになったんですけれども、それの上にしてしまったということで、大変いただいた方には、申し訳ない。残念です。おしっこを通さない、なんとか、こういう表面のやつ、なんだっけ、カバーっていうのもありますよというアドバイスでしたが、買う間もなく、してしまいました。明日は、またコインランドリーのね、コインランドリー代で、新商が潰れてしまうかもしれません。ちゃん、ポンちゃん、どうしてあげればいいですかね。トンチンカンかもしれませんけれども、一応ですね、夜中の2時ぐらいまで、元気なので、その間を遊ばせるということをしていると、どうもおしっこをお布団の上ではしないように思っています。なので、今日はおしっこをしてしまったのは1時ちょっと過ぎたとこかな。その間遊ばせていなかったので、という理由になるかもしれません。まあそれも一応やってみて、あとは、布団の上に乗ったらダメだよと、下ろすということですかね。そのためには、少し黒犬も夜更かしを心がけようかなと。まあ、治るまでというか、春になると、布団の形が変わりますので、このふかふかの状態じゃなくなるまで、いろいろ試してみます。ペイちゃん、広いね。面白い。
かないで。あとさ。なんか遊んでる時に。ふんちゃん。ふんちゃうよ、ふんちゃん。ふんちゃん。ふんちゃん。やってるよ。ふんちゃん。落ちるよ、あんまり引っ張ると。ふんちゃん。お、ヒントが青い。ふんちゃん、出ちゃった。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。ふんちゃん。はい、それに続いて、ジャン君、行くのか。行っといで、ジャン君。ふんちゃんが開けないといけないんだもんね、逆に。行ってらっしゃい。来た。ふふふ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 。ふちゃん、おはよう。今、昨日ちょっと夜遅くまでいろいろありましたので、寝坊して7時、今50分ですね。目が覚めたので7時半ぐらいだったかな。ポンちゃんはこちらの方に来てくつろいでいます。猫ですんでね。昨日何があったのか、おしっこしちゃったのはもう忘れていると思いますが、今日はそしたらまず、お布団の方の洗濯を、何か昨日、夜中に夫婦で話した中では、洗濯機はギリ入らないかなと、うちの洗濯機ではね、ということですので手洗いをするのか、または少しまたお金はかかってしまいますけれども、コインランドリーまで行くか、という感じです。布団の上に乗せていた、柔らかい、毛布までいかない、薄い感じのねふかふかしたもの、あれがどうも乗っかって気持ちがいいからその上でしちゃったんですけどね、かなということもありまして、それはまあ、洗濯すぐできるんですけれども、まあ、あまりかけないようにしようかというのと、まあ、できたら午前中に、黒犬だけでもですね、そのトイレ砂ちょっと入手してこようかなと思います。どれがいいのかは、まあ、青いママの方が知ってるかな。いずれにしよう、せよですね、ちょっと早く手を打たないと、せっかくお乳になった布団が、匂いがついてしまったのでちょっと大変だぞということです。はい、午前中のポンちゃんの様子です。今布団を片付けましたので、この時間は問題ないはずなんですが、いつものようにですね、トイレをしたら褒める、これ意外とね、あ、してたとかっていうのが分かりにくいので、できるだけ褒めようね。足を舐めて偉いね。これは意味ないか。青いママさん、帰ってすごい冷たい風が入ってきたよ。寒いのか。夜中よりは寒くないよ。そりゃそう。片や
ちゃんくんはいつも偉いね。じゃあこんな感じ。はい、綺麗に写りました。ジャン君もね、ポンちゃんに教えてあげたいんだけど、どう教えればいいか悩んでるね。ポンちゃんに向けての猫砂を探しに来ました。今店員さんにですね、猫に人気ナンバーワンの砂を、教えてくださいとお願いしました。このタイプこれいっぱいあるんだね。これが使ってた砂ですけど、この辺になるのかな。これはすごく高いんですけど、1ヶ月ぐらい持つそうです。固まるのがすごく力が強いという話です。でも今回はこれにしておきます。ジャン君、あと30分ほどすると、生放送の時間なのですが、今ポンちゃんは珍しいね、下で寝てるね。そして、今買ってきたこの砂ですね。この砂は、猫トイレの方がもうこのまま入れてもしょうがないのでですね、洗わないと夜中まではちょっと時間に余裕があるので、終わり次第トイレをきれいに洗って干して入れてみようと思います。ちょっと取っておいてということだったので、袋に入れて取っておこうかと思います。そしてこれ自体はちょっとこれから洗わないといけない。どうも、やっぱ重いね。そうだね。今回は一番粒が小さかったのはこれだったので、これ買ってきました。また別のお店でですね、もっと細かいのもありそうですので、またこれがダメだったらそれに切り替えます。これ一回で全部入れられるくらいだね。もうこんな5リットルとかちょっと少し加減しながら。7リットルだ。7リットル。
砂じゃなかったかな、うん、はい、これをポンちゃんが気に入ってくれたらいいのですが、どうでしょうか。ポンちゃん、トイレの砂買いましたけど一度お試しいただけないでしょうか。気にしてくれ、お、お試ししてくれるの、うん、毛がいっぱいついてる、ポンちゃん。お尻に毛、シュピッ、シュピッ、シュピッ、え、食べました。ポンちゃん、ポンちゃん、よしか、ポンちゃん、使ってみて。まだ気がついてないね。まだしたくないの？ギャン君待ってる？セミ待ち？ポンちゃん来た。ポンちゃん来た。ポンちゃん。ポンちゃん自分の匂いだよ。ギャン君は、ギャン君これだ。体あげてください。ポンちゃんがブラッシュすればするほど取れます。でもいっぱいしようね、暮らしね。まだね、お利口さんやね。じゃあ、ポンちゃん、じゃあ、ブラシするとさ、ツルピカになるよ。黒ピカにするよ、きっと。かっちょいい。ポンちゃんかっこいい。ポンちゃん、トイレの近くに来てるのにトイレしないんですか。ジャン君は上でご飯食べてるよ。お出口にコンビニがいっぱいついてる。コンビニとジャンプがいっぱいかかっちゃった。ジャン君が入りました。ジャン君が匂いをつけてくれたら一心同体のポンちゃんも入ってくれるでしょう。随分カットの絵じゃん。面白い。
ジャン君が使ってくれましたよ、パンちゃん。まだシャキシャキやってる？どう？よかった？ジャン君。すぐ綺麗にしない方がいいかな。少しポンちゃんが気がついてくれた方がいいかもしれないね。ポンちゃん、ポンちゃん、おいで。ポンちゃん、おいで。続いた。